まこなこチャンネルです。前回周囲の同盟国から同盟が切れた、もしくは破棄されたという状況になりました。逆にこちら側からは不可市場を今攻めているところですので、こちらの方から見ていきましょう。なんとかここの城も取って周囲一服と行きたいところです。兵数は向こうの方が多いので、この辺りは真面目にやらないとダメでしょう。戦っていきましょうか。ではこのような形でやってきます。向こうは森長吉が自ら出陣してきています。では戦いましょう。ここは追い払うだけでいいんでね、なんとか守り抜きたいところで、敵の兵数はさっきの画面で見たら、この右側の方に兵数少ない部隊がいたので、こちらに多くの強い武将を配置したんですが、どうもね、左側に多くの弱い部隊、兵数少ない部隊がいるので、こちらに移動しながら戦います。始めよ。ご命令を。始めるぞ。なんとか少しでも敵の数を減らして優位に持っていきたいと思いますが、さてさて、こんな感じで我に続け。さてどうなる。敵の居所が早くも敵発見。見つけたぞ。これをなんとか引き寄せてから囲いたいが、もう一方周囲に一人いるので、この部隊がおとり部隊なので、まあ、この辺りをうまく活用できれば良いんですが。覚悟せよ。始めるぞ。いざ進まん。もう囲う体制だけは整えておきましょう。皆さん、どうかお気をつけて。始めるぞ。いざ進まん。敵の居所が分かる。さらにもう一部隊。どんな感じだろうか。3部隊目も見えた。でもう右側敵部隊が強襲してきているので、覚悟せよ。始めるぞ。始めるぞ。これおとり部隊は向こう側向かせましょう。もう一回待ってから、多分おとり部隊がこの二人を引きつけると思うんで、そちらを向いた隙に強撃狙う。後ろからね。今ぞ。うん、横から奇襲。覚悟して待ってくれ。ああ、やっちゃったな。これ敵切り込み隊なので、ものすごく本陣見つけたことによって能力が上がってしまったので、これ早くここから解かないと、うん、今かなりのダメージを与えた。ここは一旦周囲逃れましょう。逃れられるかどうか分かりませんが、で正幸は敵が寄ってくるんで逃げます。始めるぞ。少しだけ道を作って、この策で叩き潰す。覚悟せよ。他は囲っていくように戦います。私に命令。策がございます。こんな感じで。始めるぞ。ああ、正幸は遠くに行くと。いざ進まん。息のね。まず事務所1箇所を崩されましたが、もうこれはしょうがない。敵の居所が分かりましたな。今ぞ。さて、一部隊退却させられ た, や, りたい。やはりこの切り込み隊をちょっと本陣を前に出したのは失敗でしたね。でもう一月分、もう一旦分、敵は同じような効果を持ったまま行動してしまうので、合わせてくれるわ。この策で叩き潰す。ここはどうしたものか。多分本陣の方に来てくれるとは思うんで、いざ参ろう。こんな感じで逃げましょう。我らが力示すは今だ。大丈夫かな。 今少しかすって17とか20とかダメージ食らってるけど、敵の居所が分かりましたな。そろそろ、いやまだもう一ターンあるか。どこ逃げてもこれ追いつくような状況だな。なんとかこの辺りを倒してしまえばと思うけど、結構陣もね奪われてるんで、事務所の効果はうまく得られない。ここ2部隊目改装、おとり挑発。
策のある方がいるようです。そろそろ本陣急襲の効果はなくなったので、始めるぞ。でこの部隊追いかけるのは一人でいいと思います。ご覧ください、ゲチオ、覚悟は良いか。これは岡さないさんに任せて、始めましょう。ゲチオ、岡はもう一部隊を狙っていく。多分これは引っ張れてると思うんで、始めるぞ。挑発でね、この策で出し抜いてくれよ。これは突撃はしないでいいかな。逃しましょう。この部隊は1部隊退却、2部隊目退却。これで一気にと言ってくれればいいんだけれども、まだ森吉成がねそばに接近してないんで、この点は助かる。この状態ならばこれを強撃でいいんじゃないか。これもそのまま突っ込んで、この策で叩き潰す。これだけは手早くね倒したい。ご命令を、いざ進まん。我が覚悟。さあて女の戦いがここで繰り広げられて、あと少しだったところを2部隊退却させられる。敵の居所が分かりましたな。この1部隊さえ強撃で倒しきれば。いやー、序盤の本体吸収は本当痛かったな。これこちら側に移動して、これをこちら側に移動して強撃をうまくやっていく。敵の居所が分かりましたな。さてこちらがもう1部隊回送、この部隊も回送させられるかといったところ。池田さんも回送、踊り挑発で寄ってきてくれましたね。いざ参ろう、始めるぞ。これ臨戦で少し耐えてもらって、始めよう。こんな感じで回り込ませます。これを倒すよりかは向こうの兵数少ない敵を狙っていきましょう。敵の居所が分かりましたな。あっと横合いから来たな。この部隊ちょいと厳しいか。この状況のままだと巻き返すぞ。策のある方がいる。巻き返せるかな。いやこれ全員でまず森吉成を回想させよう。これ回想させれば一気にゲージ変わると思うんで、こちらの方に傾くんで、この策で出し抜いて。あまりいい戦法はない。ちょっと強引だけど、器用じゃないんでな。紙幣やってきて、まだ負けてない。あーっと早いな、戦線復帰。これ回想、一旦引くぞ。隊長が回想するとこのゲージ大きく動くので。だがまだか。もう一部隊倒して多分次のターンで終わると思います。こちらも一人回想状態になっている。敵足止めして、この辺りはもう逃げます。さてゲージはまだ上がりきると思うので、上がりきった。いやなんとかギリギリの戦いを。我らを甘く見たよ。だが被害兵数はほぼほぼ同数というね。そしてこの兵数で、うわー、池田さんだけは残しておこう。深く。なんとかなるか。こここれ包囲ね、兵数回復するんですよね、包囲してると。中の兵数はだから敵ご詰めは来る気配はないので、この辺りは助かってる。でこれご詰め出せないかちょっと確認しましょう。この状態で合流できるかどうかよく分かりませんが、であまり大きな兵数と遠くからの部隊寄せてもなんなので、1部隊だけ追加で呼び寄せます。出陣する。さてあとわずか。多分これ外に出てきそうなんだよね、敵が。そしてさらにもう一部隊来ている。
厄介だな。いつまで経っても戦いが終わらない。だが兵数的には勝ってる。これ池田さん処断すべきだったかな。スケベ心を出してしまったのが運の尽きといったところ。また敵がね突撃系やってきたら、今大将に狙いを定めているかもしれませんという言葉が出たんで、逃しはせぬぞ。切り込みたいだなこれ。いざ参ろう。逃げよう。いざ進まん。それ以外を包囲していざ進まん行けば良いんじゃなかろうか。始めよ。ご命令を。参る。始めるぞ。ご命令。これ足止めできるかな。参る。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。皆さんどうかお気をつけて。足止めできるようであればいいんだけれども、見つかる前にね。うわ見つかるな。これどう考えても、いや切り込みも成功している。敵の居所が分かる。うわうわ追いかけられるぞこれ。いざ参ろう。どこに逃げても敵の方が移動能力高いんで追いかけてくるんですよね。いざ進まん。刮目してみよ。さて15、14と結構な被害を受けている。だから強撃効果も今効いてるんで少しだけ落ち着いた感じ。人種健在効果なんとか生き延びられそうかなこれは。よしこのまま行きましょう。侮ってもらっては困る。向こう強撃してるけどそこまで大ダメージ与えてるわけじゃない。一旦回想状態まで持ってき、こちら一部隊退却。ちょっと今の退却余計だったかな。無理に戦わなくてもよかったかもしれない。一部隊また退却。これ時間さえね稼げば人所効果でも勝てるので無理する必要はなかったかな。これはなんとか逃げ切ったな。いざ参ろう。始めるぞ。一部隊退却。これ今上杉の部隊だったので一旦退却させて再び来てもらうのがいいんじゃなかろうかと、そういう感じであえて退却させました。池田さん倒して敵の本体狙おう。こんな感じでまあこのまま待っても良さそうだけどな。なんとか上がりきりそうですね戦況ゲージが。うん、傾いた。負けるわけにはいかぬみでな。うん、被害も同数。本体切り込み気づかなかったのが痛かったな。でこれさらにね城からは大丈夫か。217だからもうほとんど出てこないんじゃなかろうか。これ残り391なのでゴズメ自らの拠点からも即座に出さないとダメですね。遠くから来るのは置いといてガッと行ってもらいましょう。そばの上田城からは武将がいなかった。では1000ほど追加で出します。さてこのあとわずかの兵数で包囲が完成するか。攻め込め。敵が城から撃って出てきた。多分ほぼほぼこれが最後の戦いになると思いたい。兵数的にはこちらが勝っているがこちらは2部隊敵は1部隊。我が力見せてやろう。これ本陣切り込みがあればないか。うん難しい。神出鬼没で本体の方に敵を誘って後ろからつっついてもらうことを狙います。もしくはこのまま逃げ回っても良いんじゃなかろうか。もう一部隊はこちら側。さて敵の位置がある程度分かった。始めるぞ。敵の居所が分かりました。敵発見。逃しはせぬ。敵がどこ見ているか。敵はまだこちらが気づいてないんじゃないか。これ横合いから行けるような気がするけど。あとは追いつくかどうかの問題が。皆さんどうかお気をつけて。忍び物見でバレそうか。大丈夫か。追いつけるかこれは。
川戸のところで敵は足止めになると思うんで、これで一気に34とダメージを与えた。この策で出し抜いてくれ。足止めはいいか。こんな感じで回り込ませましょう。我が覚悟、刮目してみよ。敵がこちら側振り向いている。攻めるぞ。多分後ろの部隊には気づかれていないと思いたい。少しこちら側から、そうすればもうちょっと短い距離で後ろ取れるんじゃなかろうか。兵数の差はもうほぼほぼ互角4とか。わ、騎馬突撃やってきた。表裏卑怯、これ使いましょう。見せてやろうか。敵も魚でをやってきて、受けるダメージはこちらの方が大きく受けている。早くこの後ろの部隊が回り込んで横槍入れて、これでどうなるか。この策で出し抜いてくれ。一度表裏卑怯。この強撃でどれぐらい、9とか12とか一気に与えるダメージ増えてる。そして向こうは回想状態にもなりそうなので、200対100ぐらいになってます、今の差は。よし、回想、いやーなんとかなった。川のところで敵は足止め食らうでしょう。戦況の方で勝ちましたね。死力を尽くした甲斐があったな。もうご詰めも来てるので、この方位はこのままでなんとかなると思います。ゲージがほとんど減らないけど、もらい受けるぞ。いやー、しかし一つ取るのにもここまでの苦労をさせられる。じゃあ帰りましょう。戻るぞ。周囲も帰っていいと思います。戻るぞ。で、上杉の方から部隊寄せていたんですが、もしかしたら期限が、あ、そっか、今部隊数急に減ったのは期限が切れたからかもしれないですね。次小諸とかになるか、もしくはこの上原城だけど、ここら辺まで行くと今度は徳川と接してしまうという恐れがある。もうちょっと考えましょう、この辺りは。ではもう森家とは戦えるような状況ではないんで、交渉こちらからやっていきましょう。かしこまりました。そして人材の配置も、深市城に誰かを送る。もう武将の数限りが出てきたので、誰を送るかとなりますが、村松さんを送るかな。承知いたしました。これで森家とは講和1000のみ払えばいいだけなので、講和しておきましょう。さて、表情、自ら、大名自らもこのように選べるようになっています。さて、これ微妙にね、軍事を上げたいんだけど、他のもの3つがついていて軍事がつかないというね、悲しい結果になってる。これとこれでいきましょう。これにて表情を終えよう。かような策はいかがでしょうか。洪水があったので、洪水に対する被害を抑えるもの、川除け武神。これはまだまだここの部分いけないんですよね。軍事が足りていない。あとは施策強化、こちらも。次はまた軍事を10ほど上げれば、逆もぎでいいのかな、これ、こちら側選べるようになります。で、米がないので当面は様子見になります。そして表情、確か軍事とそして農業を上げたいという話をしていたような気がします。農業はこちらかな、矢沢さん。これにて表情を終えよう。これでこの私に策がございます。さて、どこからかの声が聞こえて、施策のね、この強化結構効果高いんですよね。先ほどのポイントがどんどんもらえるという話ですので、だから先にこちら側、精鋭農兵目指して進めていきましょう。また
軍事55まで貯めればこちら選べます。新参抜擢もやっときましょう。今現在はこのような状況になっています。この辺り3条また少し関東に入ったところにも2条ぐらいありますので、なんとかここら辺の連絡をよくするようにしたいと思います。今8月もう少しで米も入りますので、この段階で攻めていこうと思いますが、その続きはまた次回ということで、この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。